はい、どうも、こんにちは。本日は、グッズ紹介動画といきたいところなんですけれども、たまには、グッズをね、保護しているグッズというか、スリーブだったり、ケース、硬質ケースですね。どんなの使ってるのかのご紹介動画となります。なので、さすがに声なしでは、価値がないかなということで、もう声は、がっつり、入れさせていただきます。曲は何度目の青空かで行かせていただきます。では早速やっていきます。まだ生写真がね、保護しているスリーブからご紹介したいと思います。で、まずこちらですね。Amazon で100枚入りで500円ほどで販売しているものになります。これが本当にちょうど入ってて、まあ、レビューにもね、皆さん、最高とか、ちょうどいいとかもめっちゃコメント書かれてるんで、僕もそれにあやかって購入した一人なんですけれども、マジでいいっす。はい。僕からもお勧めします。で、僕、一重が基本的に嫌なんで、基本的にっていうかもう絶対嫌なんで、この上からさらに、こちらを入れてます。はい。こちらダイソーさんのものですね。で、さらに、こんな感じで、B7 のが50枚。B6 が40枚ですね。どちらもダイソーさんのものになります。で、この3つを組み合わせるとこんな感じになりますね。はい。30になってるの分かりますかね。これで写真に、まあ、代表でね、足の出してますけど、傷がいくことはないだろうという感じでございます。で、さらにね、やっぱね、持つと、手でね、こう、押すというか、まあ、そんなつもりなくても、こう、後とかね、行っちゃったりするのが嫌な写真とか、まあ、特に大事なやつですね。まあ、全部大事なんですけど、その中でもさらに特別なやつとか、大事なやつとか、いいなと思ってるやつが、こことここの間ですね、硬質カードケースを加えてます。こちら3枚入りで、こちらもダイソーの商品ですね。この3つがダイソーで、こちらが Amazon になりますね。なので。で、こちらの使用サインのアシュのは、4つになってます。40ですね。10。はい。ここまでが30で、ラストにこの A6 のやつを入れることで、40完了って感じです。これでまあ手で持ってもね、はい、簡単に折れたりはしないんで安全かと思います。で、ほとんどの方はファイルにコレクションされていると思うんですよ。そっちの方が見やすいですし、持ち運びも便利だと思うんですけれども、やっぱね、二重にしちゃうとね、ファイルに、スリーブがね、入らない、そもそも入らないと思うんで、まあ、ファイルがね、嫌とかじゃないんですけど、まあ、一枚一枚こんな感じで、入れていくのもいいかなっていう感じでやってます。で、あとは、新たにね、名前なしに入手したら、入れ替えとか結構僕好きなんですよ。で、ファイルだとね、いちいち入れ替え、ね、出したり入れたりするのめんどくさいんで、まあ、こうやって一枚一枚持ってたら、まあ、好きに入れ替えれたりとかもいいかなっていうことで、はい。あと、寄りで並べたり、中で並べたりとかね。まあ、引きで並べるのはあんまないかもしれないですけど、あとはシリーズで並べたりとかもできるんで、まあ、これでやってます。まあ、生写真はこんな感じですね。はい。で、続いて、前のね、クリアファイル紹介動画で、コメントいただいて、どうもありがとうございました。で、そちらの、改めてね、コメントの答えにも対応させていただければと思うんですけれども、まずは、クリアファイル自体入れているものがこちらですね。こちらも Amazon の商品になります。はい。こちらテープが付いていますので、まあ、無駄なホコリとか汚れとかを、侵入を防ぐというんで、こちらは愛用しております。はい。100枚入りですね。で、ファイルに、先ほどのファイルにこちらのね、エンタメとか、あとは EX 大衆とかによくついてるファイル、こんな感じで普通に入りますね。はい。あとはこちらの A4 のものなんですけれども、こちらも難なく入れることが可能です。はい。こんな感じですね。曲変えますね。命は美しいにします。で、この
ファイルを入れてるこのピンクのこれなんですけども、こちらはアニメイトで買ったものになります。はい、で先ほどのやばいやばいクリアファイル紹介動画になってる、それはまた別途でありますので、でこちらを入れてるファイルなんですけれども、大体700円ぐらいかな、アニメイトで売ってるんで、まあよかったら買ってみてください。色はピンク、黒、青とかありますね。まあアイドル関係は全部僕はピンクに入れてます。はい、こんな感じで、先ほどのこちらがまあこれぐらい余白を残して入る感じになってますね。はい、これでまあ A4 のファイルとか普通に入っておすすめです。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。